こんばんは。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 ちょっと、なんて書けばいいんだろう。舞台のカラコンです。こんばんは。誰？やばいですよね。でも許してください。ちょっとこの顔でやります。しかも今日もう髪の毛終わってるんですよ。あのなんかカツラなんで、もう全部こうやって全部ビュって、もう前髪とかもこうやってバーってやるのだからね。マジやばい。ちょっと本当にすいません。誰って髪の毛やばい、やばいですよねこれ。違うの、あのね、本当はなんかちゃんと髪の毛とかもカツラだし、カツラだし、だからそんなにおかしか、青い目でもそんな変やないんやけどさ、この普通の黒髪だったらやばい。実はもう前髪も終わってて、ちょっと明日はねやっぱり朝配信しますね。今日ね朝ね早かったんですよ、レッスンがあって。だからちょっとあの夜配信にしたんですけど、明日は朝したいと思います。こんばんは。こんばんは。やばないこれ。うん、電車乗ってきた。でもあのなんだっけ、帽子かぶってたんで大丈夫です。やばい、めっちゃね目がしばしば、あ、しばしばする。あ、そう、眉毛もね、髪の毛が赤だから、赤くなんかこれメイクさんがしてくださったんですよ。やばい、なんかもう目が浮いてる。ずっとカラコンちょっと、なんかさ舞台のさやってる時はさ、なんもなんていうの、そっちに集中してるからさ、全然目やばいとか思わなかったけどさ、帰ってきたらさ、なんかすごいめっちゃなんか撮れそう。でも撮ったら何も見えなくなっちゃうから。ちょっとごめん。こんばんは。ね、知らない人見たらびっくりしちゃう。うん、司会はいつも通りなんですけど、ちょっと、え、意外に似合う。本当に言ってる？本当に言ってる？ガリガリ君100本食べた。うん。アンナちゃん。春香りもこれで。これ自前じゃない、これ。これ用意してくださってるやつだから。めっちゃやばい。やばくないこれ。怖いんだけど。怖いな。ブルーアイ。ね、すごい。目が青い。やばいよな。ずっとカラコンはやばい。目がいいと思う。本当に？あ、よかった。なんかちょっと今日初めて見た人にびっくりされそう。大丈夫かこの子の目は。って。あ、失敗パーマさん誕生日おめでとうございます。なんかすいませんこんな顔で。おめでとうございます。失敗パーマさん。ちょっと舞台期間中このこんな顔で配信しちゃうかも。ハッピーバースデー。できた。失敗パーマさん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年にしてください。おめでとうございます。ハッピーバースデー、イエーイ、おめでとうございます。パチパチパチ、イエーイ。え、タワー、ありがとうございます。嬉しい。宇宙からの征服者。我々は宇宙人である。タワーありがとう。え、何これ、初めて、カズミッチさん、これ何、クリスタルだ、綺麗。カズミッチさん、クリスタルだ、ありがとうございます。嬉しいです。かわいい、
可愛すぎる。かずみっちさん。クリスタルタワーありがとう。あ、お話し会ありがとうね。あ、こちらこそありがとう。誕生日当てられてびっくりした。そう、クリスタルタワーありがとう。くるくるスーっと、くるくるスーっと。お目々綺麗。本当にありがとう。舞台仕様です。前髪やばいですよねこれ。すごいことなっちゃった。今日帽子持ってってたから帰り道大丈夫だった。よいしょ。かずみっちさん、クリスタルタワーありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。イイ。え、やばくない？見て、全部なんか見て、ひょろ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 。やばい。そうだってさ、こうやってさ、ずっとこの状態でこれで網ネットかぶってやるから、もうほとんどなんかほぼずっと肩がついてるみたいな感じなんですよ。やばいですよね。ヒョロリンだよ、ヒョロリン。こんばんは、こんばんは。赤髪だと青い目にあってた。本当に嬉しい。めっちゃデコ。デコ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 ポンスポン、思いっきりミューポンさん。何星から来たの？くるくる星です。くるくるすー。ピンコン。こんな時間にメールだ。うん、舞台、あ、明日の予定だった。今来たの。実は今まで黒のカラコン。これが本当の色ってこと。違う。やばいでしょ。こんばん、こんばんは。いやー、緊張する。めっちゃ今日も緊張した。今日はでも投資っていうか場当たりみたいな感じで各シーンごとにやったんですけど、緊張しちゃった。もっと高く高く手を伸ばしてみたい。いいの選んでもらってる。綺麗な色。本当に？そうそう、眉毛もオレンジ。なんか眉毛は眉毛メイク自分なんですけど、マイクじゃない、眉毛はメイクさんが描いてくださいます。この色で。こんばんは、こんばんは。カラコン綺麗だよね。みんなカラコンつけたまま描いてるのか。え、どうなんだろう。私もなんかね、派手ななんか普通の茶色いカラコンの子とかもいるの。私は青だけど、茶色とかの黒かわかんない子もいるから、そういう子はそのまま帰れちゃうよね。こんばんは。ビバハリケーン、ビバハリケーン好きなの？ビバハリケーン楽しいよね。ビバハリケーン、浮きすさぶ風に。ビバハリケーンね、僕の太陽公園に出た時に初めてやった。どうにも止められない。え、似合ってる？嘘でしょ？これ似合ってるわ、私。大丈夫？本当に？こんばんは、こんばんは。帰るとき二度見されなかったよ。だって、めっちゃ、こうやって帽子とか、こうやって、しかもこれでマスクじゃないですか。だから、全然ね、見えないと思う。マスクどっか、あれ？マスクどっかやしちゃったけど。これでマスクだから全然見えない。隠す、だって恥ずかしいもん。これでマスクしたら完璧に隠れます。こんばんは、こんばんは。
そう、これなら絶対大丈夫だよね。かおりちゃん、久しぶりにいる。ありがとう、嬉しい。前見えてるよ。何事かと思った。え、そうだよね、ごめんね。ちょっと舞台のからこんなまま帰ってきました。キャップ似合う、嬉しい、ありがとう。びっくりするよね、ごめんね。ちょっとすいません。やばいよね、これ。アンネちゃんの目です。くるくるすー、ありがとう、くるくるすー。おでこ公園開口見てる視界も変わるの。え、これね、全然青に普通に見えるんだけど、なんかちょっと目が浮いてる感じする。ハスキー犬かと思った。わっ、シベリアンハスキー。口紅も青、やばい、ゾンビやん、ゾンビ、ゾンビやん。明日もそのカラコン、そう、毎日だよ、毎日ですよ、これ。毎日っていうか舞台中は毎日これ、毎日っていうか向こうに行ってからつけるんですけどね、向こうで用意してくださってて。そう、なんかね、今日のってか、あの劇場のあの楽屋がすごい落ち着くんですよ。なんか畳でもないけど、なんか寝転んだりとかできちゃうような、なんかちゃ、なんていうの、地べた歩ける感じ、土足禁止のとこで、なんか一人一人机があって、なんかちっちゃい、なんかちっちゃい椅子、ちっちゃい椅子と机みたいなのが一人一人あって、なんかその机に電気とか引き出しとかもついてて、しかもワンネちゃんは一番端の席だったんですよ。だから壁もあってね、ラッキーだった。端っこ好きなんですよ、私。だから嬉しかったです。そう、絨毯みたいなの敷いてあって、めっちゃすごい居心地がいいですね、あの部屋。こんばんは。あのね、いや全然いいんですけど、マジブリの時結構地獄だったんですよ。なぜならステージは1階なのに楽屋が4階とかで、しかも階段しかないから、もう終わるたんびに上がってたんですよ、上まで。めっちゃ疲れてたんですよ、それに。今回本当に近くてめっちゃラッキーだなって思って。そう、もうね、やばかったもんだって、めっちゃ地獄だったよ。そう、なんか荒れ地は1階なの、荒れ地は1階なんだけど、生徒会は4階だったの。そう、そうなのね。よかった今回。そう、生徒会丘の上。しかもさ、アンサンブルってさ、割となんか荒れ地といたのに、そういう時は生徒会側だったんですよ。ほぼ荒れ地だったのに。めっちゃ面白かった。待って、本当に目が見えない。いや見えるんですけど、なんかもう、なんか浮いてる、なんかなんていうの、なんていうんだろう、これ、なんかふにゃふにゃしとる、ふにゃふにゃしてるよ。かおりちゃん、端っこ好きなの。うん、端っこめっちゃ好き。目どうしたの。あの舞台のカラコンです。やばいくない、外したら。それが、私目が悪くて、これ土入りなんですけど、目外したら見えなくなっちゃうんですよ。そう、ソフトコンタクト。そうで、明日もあとで早めに寝たたたたた、今日の復習して早めに寝ないと。すごい目、そう、すごい目だよね、やばいよね。酸素あまり通さないから疲れる。あ、そうなんだ。早く寝てください。わかった。早く寝る。ビバハリケン。帽子なしで帰ってる。え、だからその帽子の理由、カラコンもだけど、髪型もだよ。もうだいぶ。で、今日めっちゃストレートにしてってたのに、こんなにもううねってるんだよ。やばくない？もう。だって、全上げだから。これ、全部上げるんだよ。だから、こんなにボサボサになるの。全上げだから。腹減った。大丈夫？つけたまま寝ないよ。視力 2.0 ありそうなのに。いや、それはもうケニアなんよ。いや、待って、ケニアの方じゃなくても 2.0 はいるか。もっといいか、ケニアの方は。もっと目がいいんだろうな。ツッコミ失敗したわ。うん、
ケニアの方って目いいってめっちゃ聞くよね。もっといいか、 2.0 だったら日本人でもいるか。ね、こんばんこんばんは。今日の髪型男前。え、それな、めっちゃ男前だね。全然男前の顔じゃないけど、こんばんこんばんは。うん、見える景色一緒だよいつもと。ケニアの方でも日本で暮らすと視力落ちる。あ、そうなんだ、やっぱ遠くを見なきゃダメなのかな。遠くを見ないと。1129日目だ、ありがとう。すごい目やな。そうなんよ。あ、つけまつげはつけないです。カラコンとカツラ、ウィッグ、ウィッグだけですね。カラコンとウィッグだけ。おめでとう、ありがとう。おでこ綺麗、やった。でこ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 丸水産、あざ丸水産っていうのあるよね。衣装似合ってた、本当嬉しい。大学卒業までは 2.0 だったけど今は 0.6。 え、そうなんだ。 2.0 の時あったのかな、私。あったか。デコピンしたくなる、いいよ。アンネちゃんの衣装寒くないですか。え、寒い、あ、そう、寒いから明日パーカー持っていこうと思って。今日ずっとジャンパー着てたんですけど、ちょっとジャンパーでかいからさ。そう、リップナチュラルで可愛い。え、嬉しい。あのね、今日ね、なんかもともと舞台帰ってきてからさ、リップ落ちてたから家のリップ塗った。これだよ、家に置いてたやつ。これウズ、ウズのリップ。でも舞台ではディオールの塗った。お兄ちゃんにもらったやつ。これはでもウズ、これね、おすすめだよ。なんでかっていうとね、あのね、あのね、なんていうの、ちょっとなんかそんなに濃ゆくなくていい感じに色つくからさ、あの100均じゃない、腹筋じゃない、すっぴんだ、すっぴんの時とかにね、いいと思う。唇だけ塗りたい時とか、おすすめ。このダサい私がメイク道具紹介してるのちょっと面白い。よかったらお揃いにしましょう。腹筋と百均ってどういうことって感じで、なんかすっぴんなのに間違えちゃった。すっぴんが出てこなかった。こんばんこんばんは。言い間違えちゃった。かおちゃんダサくない？ありがとう。ありがとう。メイク配信みたいにピント合わせて。こうでしょ？昨日は我の夢に出演してくれた。出てる、嬉しい、ありがとう。嬉しい、出れて。髪あげたらキューピーちゃんになる。キューピーちゃんとお鍋ちゃんず、あ、違うわ。マゾニーちゃんだ、それ。キューピー、サップクッキング。目が痛いの。なんかこのカラコンが痛い。なんかさ、あのさ、そのやってる時はさ、気になんなかったけど、帰ってきたらめっちゃ痛くなってきちゃった。目青いと外国の石にね。あんた、ハロー、マイラムズカオリ、アイライクのランチロイヤーに、なんかやたらしゃらた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 ら。目薬いる、ありがとう。うん、眼鏡外すね、終わったら。じゃあ35、30、40分になったランキングしたいと思います。外す外す。アンネちゃんメガネなっちゃう。メガネ無理、本当に酔っちゃう。私メガネ酔うんですよ、マジで気持ち悪くなっちゃう。ありがとう。アンネちゃんメイク、あ、でもさ、
なんだっけ、何落としたっけ。でもさ、なんだっけ、でもなんだっけ、でも、あーもう忘れちゃった。最近度忘れ激しい、度忘れが激しいだろ。おー、あっこびしちゃった。同居人がバカでかいくしゃみして、それにめちゃびってしまって、かわいい。今日ね、5時半起きだったんですよ。今日ね、8時からレッスンだったんだ。で、その後、お稽古。お稽古っていうか、本番みたいな。本番じゃないけど。ほぼお稽古。ほぼお稽古。そう、めっちゃ早起きした、今日。でもね、起きてたんだよ今日。スッて起きたんだよ、スッて、スッて起きてたんだ。え、ね、来、そう、春香織公演があります。なんと23日です。23日、頑張ります。すごく久しぶり、9月ぶり、10月ぶりか、10月ぶりですね。びっくりした、まさかできるなんて、またできるなんて思ってなかったのでびっくりしました。覚えてますか。え、多分ね、覚えてないからちょっと思い出しますね。多分覚えてない気がする。なんかさ、鉄なとかはさ、もう何回もやってるからさ、全然なんかちょっとやったら思い出すんだけど、あの二人公演は全然数回しかやってないのでちょっと忘れちゃってるかもしれないけど、でも見たらすぐ思い出せると思います。緊張するね。またバナナとかのセリフね、考えたりとかね、したいと思います。ユニットはこの前決めました。一緒にどっちやるか、昨日かな、一昨日だっけ、あれ最近決めた。え、緊張する、想像しただけで緊張する。こんばん、こんばんは。岩かけるのパンフレットあるのかな。え、あったらいいよね。でも真面目にあったからあるかな、どうだろう。あってほしいな、見たい、見たいってか見てほしい。申し込む、嬉しい、申し込んでくれたら嬉しいです。ぜひぜひ。ある、やったー、楽しみ、楽し、あ、待って、私アンケート答えたかも。それがパンフレットのことなのかもしれない。あれ、パンフレット、なんかインタビュー、インタビューっていうかアンケートしたわ。それがあれなのかな、なんか回、なんかね、アンケートっていう感じで言ったよ。それかもしれない、多分それかも。やばい、めっちゃ目が、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 目がには、目が、目が、目の色と服のキャラもいる。本当だ、スマーフ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 。あと2分くらいしたらランキングしたいと思います。うんうんうん、目あまりこじらないね。うん、わかった。見つめられたら凍りそう。少しも寒くないわ。アリレイの全てを失ったわ。これでいいわ。自分を好きになってね。何も怖くない、それでいいわ。少しも寒くないの。ちょっと歌詞は適当です。歌詞が適当って書かれちゃった。バレた。イエーイ、はじめまして、はじめまして。歌詞わからん。でも見たことあるよ、アナと雪の女王。あの、見たことあります。アナ、エルサ、僕オラフ、ギュッと抱きしめて。クリストフだっけ、クリストフっていう人いたの覚えてる。
クリストフとアナとユキと、あ、アナとユキじゃない、間違った、アナとオラフとエルサとなんかいっぱいいたよね。あ、40分ありがとうございます。それではではではランキングをしていきたいと思います。にゃいテンションおかしい。ではいきたいと思います。いや誰もうね頭やばいです、ごめんなさい。ではいきたいと思います。第13位は、第13位は、第13位はのんたアットマーク長木香織五六ツイート中さん、ありがとうございます。12位はトムサホ香織推しのアッカリンアットマークももっこペロペロ組さん、ありがとうございます。11位はトラサポさんです、ありがとうございます。10位はユーマさんです、ありがとうございます。9位はアッキーセブンさんです、ありがとうございます。8位はミキネコアットマークユタンポさんです、ありがとうございます。7位はコマネコマニアのじいさんです、ありがとうございます。6位はアディラッチャンさんです、ありがとうございます。5位はハナちゃんさんです、ありがとうございます。4位はジェイさんです、ありがとうございます。3位はヒロッピさんです、ありがとうございます。2位はケンさんです、ありがとうございます。そして第1位はカズミッチさんです、ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様のご紹介でした、ありがとうございます。次はギフトをくださった方の名前を呼びたいと思います。思います。ゆうまさん、トラサポさん、コマネコマニアのじいさん、クロロイコールルシルフルさん、スギアン 12.5 さん、日高浩二さん、トムサホ香り推しのアッカリンアットマークももこペロペロ組さん、ひろっぴさん、ケンさん、カズミッチさん、アラヒトさん、新規親父さん、ノンタアットマーク長木香り五六ツイート中さん、うださんさん、ミル6番さん、トトさん、大地さん、メケネコアットマーキータンポさん、コイコイさん、はなちゃんさん、ゆきかなさん、コマネコマニアのじいさん、アジラッチャンさん、ひろしさん、大地さん、アッキーセブンさん、ジェイさん、シュージさん、ふみおさん、トラサポさん、コミさん、マッシュルームチさん、ひらもんさん、ひろっぴさん、新規おやじさん、ゆうまさん、大地さん、クリームアッピーさん、伊藤さんさん、ジェンさん、はなちゃんさん、ダライヤさん、オノピーさん、ひかりちゃんさん、ともさん、さやりんまるさん、アリラッチャンさん、ハギーアットマークエゾの人さん、コマネコマニアのじいさん、タカさん、トシノリさん、メロリーさん、水泳シアウォーズフロマサヒカワイン北海道さん、ひかげんよしおさん、ひろしさん、キムリーさん、ゆきかなさん、あつしアットマーク順化推し、ちゃんとカラコン外して寝てねさん、アズマンさん、アツさん、ウラカンさん、ひろゆきさん、新居おやじさん、まこさんです。ギフトありがとうございます。そして今日はカズミッチさんがクリスタルタワーくださってます。ありがとうございました。嬉しいです。そしてギフトも本当にありがとうございます。嬉しいです。イエイ。ということで今日も私のショールームを見てくださってありがとうございます。コメントをくださったり見ていてくださったりギフトくださったりすごく嬉しかったです。明日も今日も本当にお疲れ様でした。明日も一日一緒に頑張りましょう。応援しています。あ、そして明日は朝配信にしたいと思います。7時半からなのでもしも見れたら見てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。そしてこの後ゆっくりできる方はゆっくりして、やることがある方とか夜勤とかある方は頑張ってください。応援してます、応援してます。ということで最後に明日のラッキー占いをしたいと思います。明日のラッキー算数は掛け算です。掛け算って10回唱えるとラッキーになるので試してみてください。試してみてね。掛け算だよ。そう、岩かけるだからだよ。ということで皆さんおやすみなさい。夜勤とかある方は頑張ってください。応援しています。今日も応援してくださったりメール読んでくださったりとか本当にありがとうございました。ゆっくり眠ってください。それでは皆さん
やすみなさい。ありがとうございました。また見てね。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。では失礼します。ありがとうございました。バイバイ。